いやー久しぶりにゾクゾクする。どうもアロハチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダークリス・ブリザードということで、ついについについに来ましたということでね、ほんと楽しみにしてました。プレ版限定で SH フィギュアーズ登場ということで、早速レビューしていきたいと思います。さあさあさあ、ほんとね、クリス・ブリザードめちゃくちゃ楽しみにしてて、もうね、ひとしきりというか、なんというか、もうテンションがね、やっぱりこれは変わるわ。もう来た、かっこいい。このちょっとね、暗い感じなんだ。あのグリスはね、ゴールドな感じがあったけど、黒い感じ。そしてブリザードの青でもなく、パッケージこちら来たー、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいですね。やっぱりやばい、本当にこれはやばい。で、仮面ライダーグリス自体の SH フィギュアーズが本当にクオリティ高くて、僕が今まで見た SH フィギュアーズの中でも本当1、2を争うぐらいグリスかっこよかったんですね。で、なので今回のこのグリスブリザードはマジでかっこいい、良いと思う。もうね、本当にこれはもう絶対期待を裏切らないと思います。では行きましょう。ドン、うわー、かっこいいすごいすごいよ、これも。いや、やばい、本当に来た来た来た。目とかやばいやばい、これ感動なんですけど、かっこよすぎ。ちょっとじっくり見ていきましょう。はい、もうね、すぐ拡大してみたいけど、まずはね、この全体のシルエットを見ていきたいと思います。かっこいい、最高。はい、まずね、こんな感じ、遠くから見るとね、こんな感じの色合いで、ブリザードなんでね、このなんというかな、スカイブルーじゃないけど氷のね、色をしてますよね。で、特徴的なのはこのアームですよね。この手のパーツ、これは、あ、これがね、ちょっとさっきからポロッと取れるけど、がっしりはめて、ここはもちろんね、可動やっぱりしますよね。うおー。で、ここの、まあそうですね、ちょっと後でアップで見ましょう。これめっちゃ取れやすいな、なんでだ、よいしょ。はい、で、顔はこんな感じ。いやー、もったいぶるのも良くないね。それではね、早速じっくりね、近くで見ていきましょう。まずは足元からこんな感じのデザインで、ちょっとね、このブルーに刻まれてる黒のライン、これがすごくかっこよさをね、醸し出してますよね。で、色が本当に上質なんですよね。仮面ライダーローグもこういう綺麗な色なんですけど、それのね、この水色バージョンというか、もう本当に綺麗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 っていうね、素晴らしすぎるこの上質なクオリティ見てください。そしてここのこのね、いつものこの素晴らしいかっこよすぎるマークですよね。ちょっとグラデーションっぽい感じにもなってるのかな、白っぽい感じでこうなってて、ここもね、すごい技術を感じますよね。で、この手の部分、このパーツはこんな感じで、この可動に関しては手首はぐるっと回って差し替えが可能かな。ただ、左手の手首パーツは今回付属してないですね。ちょっと順番がいつもとあれですけど、手首パーツは右手のみ、この2つのみで、武器パーツは特に付属しません。付属パーツは限りなく今回少ないですね。で、その代わりにもうすでにパーツが付いてると。で、ここの可動はこんだけ、この2つの指が稼働するって感じですね。指と言っていいのかあれですけど。で、これね、ここブリザードナックルはこんな感じで、いつものね、この、ビルドドライバーは稼働もして、ここのクリアパーツもすごく綺麗ですし、これ自体を見ようか。見て、このクオリティ、本当にクオリティ高い。で、こんな感じでフルボトルももちろん抜き差しが可能、綺麗ですね、素晴らしい。でね、今動かしましたけど、このナックルも動かすのが可能だし、これをね、取り外すことでちゃんと閉じた状態にも再現できるんですよね。素晴らしすぎません？これ本当に素晴らしい、もう素晴らしい以外言える人はいないと思う。はい、こんな感じで、でベルトに刺すときはここを前にしてね、これをここに刺すんだけど、なんかちょっとね、外れやすいかも。はい、で、腕はこんな感じ、こっちの腕はね、こんな感じで手首、通常の手首がついてます。本当にこれ外れやすい、なんでだ、よし、思いっきりはめた。で、あとここですよ、ついに顔立ち。あ、で、ここのね、胸パーツは、ここはちょっとね、通常のグリスの感じ、後で比較しますけど、グリスと近い感じのクリアパーツが使われてる。これがね、上質さをさらに醸し出すんですよ。で、ここに入ってる黒いラインも綺麗だし、顔見ましょう、顔。顔がね、本当にこの箱から取り出した時に、キラキラというか、なんていうかな、このちょっとダークな感じで、目が映って光っていて、めちゃくちゃかっこよかったんですよね。これ本当にやばいね。やばいわ、これめっちゃかっこいい。
どれぐらい、おお、この角度でも見える、ここの見てください、この顔立ちのクオリティ、いやー久しぶりにゾクゾクするアーツ来たね。本当にかっこいい。ビルド関連は本当に総合してすごくクオリティが高いと思う。ラビラビタンタン来んのかな、すごい楽しみですけど。はい、ということでね、こんな感じでグリスブリザードのクオリティはやばい。そして改めて本当に僕の中で1、2を争う仮面ライダーグリス通常モードと比較してみましょう。グリスやっぱかっこいいよね。グリスかっこいい。うん、ブリザードももちろんかっこいいし、でもグリス本当にかっこいい。このグリスはやばい。で、まあね、本当それぞれの良さがあるというか、ちょっとだいぶ雰囲気変わりますね。通常のグリスとグリスブリザード。ただ両方ともマジでかっこいい。この2つは絶対2つね、持っておきたいアーツだなと改めて思いましたね。まあ本当全体的な雰囲気としては、でもやっぱり形が違うのか、ちょっとビルドっぽい、ビルドの素体っぽい感じにね、変わってますね。はい、で背中の感じは同じ、背中のパーツ、肩のパーツは同じ雰囲気がありますね。あ、で頭の部分、ここはクリアパーツですけど、ここ実際クリアパーツ、ここはクリアパーツですね。同じようにクリアパーツ使われていて、で先端の部分、ここはクリアパーツが続いているけども、このグリスブリザードに関してはクリアではなく塗装がされているという感じで、でもこのね、なんていうのかな、この青とこのちょっと暗めの赤、ここの組み合わせが本当にかっこよさをすごい醸し出してる。素晴らしい。はい、で可動をね見ていきましょう。可動は首をちょっと怖かったけど、ぐるっと一周できるぐらいのね可動域ありますね。で腕はこんな感じで動くし、はい、かこんな感じね、バッチリちゃんと上まで上がります。あ、取れた、よく取れやすい肘が取れました。そしてここがね、肩はやっぱこれもすごいね。マットログと同じで、ちゃんと肩パーツがあるからといって無理じゃない。本当にここの90度まで曲げれるようになってるのが素晴らしい。で腰パーツ、腰はこんな感じで、足元もこんな感じでね、稼働できますね。バッチリバッチリ、素晴らしい。ちなみにグリスも90度いけたよね。そこが進化してるとかじゃなくて、あ、この時もいける、はい、いけますね。素晴らしい。ということでポージングをね、いくつか撮っていきたいと思います。はい、グリスブリザードをこんな感じでね、飾ると、こうもう本当に迫力がありますね。めちゃくちゃ単純なねポージングではあるんですが、もう本当にフィギュア自体のかっこよさが半端ないんで、相当すごい、すごいパンチ力のある絵柄が、絵面がめちゃくちゃかっこよくないですか。これやばいね、本当にハイパークオリティ、マジでこれは買ってよかった。いや、1万円とかでも僕買うかも。ほんといらないこと言ったらあれなんですけど、まあ最近ね、アーツほんとちょっとね、値上がり気味にあるなとは思ってるけど、これはマジで買うわ。ほんとにめちゃくちゃかっこいい。はい、そしてね、おなじみの K2 さんにいただいたこのジオラマね、で飾ってみるとこんな感じ。コンクリート打ちっぱなしですけど、もうこのね、すごい映えますよね。なんかこの、なんていうのかな、反射してめちゃくちゃ綺麗に見える。よりブリザードが輝いてる、めちゃかっこいいっすよね。でこれ今何もね、テープとか貼らずに片足上げて、これだけやっぱり関節がしっかりしてるんで、これで飾れちゃうんですよね。ほんと下何もしてないんですよ、固定全くしてなくて、これでこんだけ立って、このね、重い腕を持ってるけどバランスが取れるっていう素晴らしさ、この固定感もすごいよね。これ、いや、かっこいい、本当にかっこいい何回言ってもこれはもう本当ね、たまんないです。やばい、めちゃくちゃかっこいい。はい、そしてね、あまり見ることはないであろうこのツーショット、まあ本人なんでね、あんまり本当に見ることはないと思うんですけど、仮面ライダーグリスとグリスブリザード、この2つを並べて飾るのもね、すごくレア感があっていいですよね。そして両方とも死ぬほどかっこいいっていうね、もう最高。ということで今回はね、この仮面ライダーグリスブリザードをレビューさせていただきました。これもね、魂ウェブ、まあ、プレ版限定の商品ではあるので、今からね注文しようとするともうね、ネットで買うしかないかもしれないですけど、本当におすすめ。もうどうね、どうやっても手に入れたい僕だったらね、品物だと思いますので、もうすごく大おすすめさせていただきます。ということで、この動画が面白かった、参考になったと思う方はぜひともチャンネル登録お願いします。コメントもじゃんじゃんお待ちしております。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。